はい、皆さんこんばんは。あのね、今回の騒動について、伊原亮君と私の騒動の続きでね、さっきね、伊原亮君がね、動画出してたんですよ。今回の騒動についてって、何やらかしたのかと思って見たらね、なんか桜海君の友達のね、とこね、居候してるあのパラサイトなんですよ、あの子。それでね、人んとこ世話になってんのに、その人の、世話になってる人のものをね、かっぱらってだよ。メルカリに出しちゃうっていう、それを企画とか、企画だったら何でもエンタメだったらできるのかって話になっちゃうんだよ。その大事なものだよ。それも、いや、知らねえやつを家に、ね、泊めるのは最悪。ほんと、あのね、最悪なことされてるよ。ほんと知らねえやつをね、家に置いてね。いや、普通ね、置いてくんねえから。嫌だから、気持ち悪くて。何触られるかわかんないし。俺だったら絶対やんないね、そんなこと。まあ、昔やったけどね、大輔ってやつ済ましてやったんだけど。まあ、そいつもひどかったけど、まあ、そいつの文句言ってもしょうがないけど。そんなやつが多いんだな。で、伊原亮君っていう人間なんだけど、俺が感じたのはね、会場でこの間ね、5月7日ですよ、新宿でですね、果たし合いっていうイベントがありました。それは NHK 党の立花さんとか、堀江貴文さんがやるイベントなんですけども、お誘いいただいてね、試合やることになってたんですけども、その会場に行って、まあ、まだ試合前なんで、リング説明とかいろんなのあるわけですよ。そこにいて、いろんなユタボーンさんとかね、まあ、楽しんごくんとか、いろんな方が試合に出られるんで、まあ、有名な方、見張してたわけですよ。私もバカだからね。で、その中に、伊原亮君っていう方がいらして、あ、ブレイキングダウンで見てて、あ、いい感じの子だなと思ってたんで、話しかけたんですよ。いや、亮君って言って。でも、自分も悪かったんですよ。携帯こうやって持ってたんで。でも、自撮りですから。で、亮君、チラッと映ってたんですよ、チラッと。でも、それは間違いで不可抗力で映って、こう映してったわけじゃないんだから。ね。それを映っただの声が入ったから消せだの。芸能人ぶっちゃって、勘違いも、肌荒らしいんだよね。ね、で、それを、でも、俺は一回、抑えました、先輩に頼まれたから。ね。でも、そしたら今度、まあ、250番さんは、その時にね、まあどうなったかって言うと、私がこう言ってですよ。まあどうなったかって言うと、ユタボン君撮らせてもらいました。で、ユタボン君に、いろいろインタビューさせてもらって撮らせていただいて、で、その後、あ、伊原亮がいるわと思って、伊原亮君だと思って、ちょっと近く行こうかなと思って、声も入ってますから、それ、この間の YouTube 載せてありますから、それをちょっと YouTube を見ていただければわかると思うんですけど、1時間14分あたりからなんですけどね。で、なんだろう、こう言って、やるくん、やるくんって声かけたんですよ。したら、こう無視されて、すいません、やるくん、やるくんって言ったら、こんな顔で見られたんですよ、嫌な顔。んだよ、ぐらいの顔で。これ嫌な感じだなぁと思って、ちょっと言ってたら、なんなんだよ。気持ち悪いんだよって来たんですよ。なんだよ、お前よ。撮ってんじゃねえよって来たんですよ。いやいや、撮ってねえよって言って。ね、撮ってねえからって、撮ってんだろ、お前って言うから、いやいや、もう巻き舌だから。いや、撮ってねえから、お前。これ自撮りだから。こうやって見せたんですよ。声入ってんだろ、と思って。何様なんだよ、お前の声。なんで、今度とんでもねえやろうかなと思ったんですけど、まあ、ダッセーなと思ったら、ダッセーなって言って、ダッセーなって言って来たんですよ、俺。だから面白くなかったんじゃないですか、その男性なって言われたのが。ずっとこう、ニュアンスの後ろ向いてた。やからですから。まだ19歳ぐらいですよ。まあ、俺の子供ぐらいでしょ、だって。孫ではねえだろうけど。子供。子供。子供だよな、もう。子供以下。だよ。もうそんな子供、ガキ以下の子供と喧嘩する気もないんだけどさ。こっち謝ったわけでごめんねって、そんなんじゃないから、ごめんごめんごめんって。そういうんじゃないから。そしたらまた喧嘩打ってきて、で今度250番さんがちょっと来た時に喧嘩打ってきたんですよ。タバコ吸いに行ってきますって250番さんが言うか、わかりましたっていう話して、どうしたんですかっていうか、いやいやちょっと今怒られちゃってさ、ミーハしてさっていう話をしてたら、何見てんだこの野郎って来たんですよ。
250番さんも何があったか分かんないから、え、みたいな感じで。で、ほらーって来たんで、俺はまあ、なんでもないから、ごめんねってそこを収めたんですね。で、向こうも止めて、向こうの仲間が止めて、で、そこは収まったんですよ。で、そこ収まって、で、ちょっと出ましょうみたいな感じで。で、まあそこにいてもあれなんで、まあ、あ、俺は出なかったのか。で、藤本さんタコ吸いちゃったかな。で、俺そのまま会場で、そのリングの説明聞いてたのか。で、それ説明が終わったんで、終わってから俺はちょっとじゃあ飯食いに行こうかなと思って、ちょっと外出たんです。で、外出て、せつなさんに連絡して、違う、あれだ。チェックインしに行ったんだ。ホテルチェックインしに行ったんだ。でもチェックインできなくて、3時まで。で、荷物を置いて、そのまま荷物を預けて、ホテルに。そこから、そうだ、新宿まで歩いて、新宿じゃなくて、長野山まで歩いていこうと思って。で、節約さんに、歌舞伎町行くにはどう行けばいいですかって、まあ、新宿から新宿なんで、歌舞伎町はどっち方面ですかって聞いたら、まあ、全然違う方を教わっちゃって、違う方で歩いて、早稲田の方を歩いて行っちゃったんですよ。わかんねえから。そしたら、250番さんから電話って、どこにいるんですかって言われて、で、いや、今、新宿じゃねえ、歌舞伎町向かってますんで、また逆歩、向かってたんだけどね。今日、歌舞伎町向かってますなって言って。で、したら、あ、今、会場いますよって言うから、会場戻って、あ、いや、戻ります。まずは、まあ、飯食い行きましょうかって。で、飯食い、ふざけやがってっていう、ことなんですよ。なんだったんですかさっきって言うから、250番さんに説明したら、なんだそれふざけやがってって、250番さん怒ってるわけですよ。伊原くんを、それ許せねえやのか、きっつって。で、飯食い行ったら、その、東新宿食堂で、YouTube も撮って残ってるんでしょうけど、250番さんの YouTube も俺のライブの中でも、もう一回、伊原亮に絡んでくださいよ。俺喧嘩しますから。あれ、許せねえし、あいつって、じゃあやりますっつって。もう一回じゃあ、やりますよ、俺っつって。ね。じゃあ、サインくださいとか、あ、さっきはごめんねとか、ごめんねとか、いろんなんかやりましょうよ、つって。なんかね、絡んできましょうっていうことでね、言ってたんですよ。で、結局さ、向こうから絡んできたんですよ、そしたら。俺たちのそのライ、YouTube 見て、俺が上げたやつと、250番さんの YouTube 見てたんですよ、あいつら。で、消してくれって来たんですよ、伊原くんがね。それはもう250番さんの YouTube に載ってるんですけど、消してくれって、来たんですよ。で、それ、俺はじゃあいいですよ、消しますよって言ったら、伊原くん消してくれって言うから、別に経過するつもりもないし。でもこれは、また上げさせてもらったのはもうしょうがないよね。それはもう250番さんのアンチが250番さんに言われのないことって、おめえらが悪いんだろうとか、全部俺が悪いんだろうとか、いやいや、じゃあ一部始終を見て判断しろよって話なんだよ。で、結局、伊原亮くんを擁護してた人は、伊原亮の本性を見たっていうことね。今日の、カイくんの、お友達の、ね、大事なものをだよ。世話になっててだぞ。家泊めてもらってて。信じらんねえよ。マジで信じらんねえ。俺は。いや、朝倉みくるくんはね、ガード硬いからね、そんなあれなんだけど。いや、カイくんはやっぱ優しいんだろうね。だからカイくんの周りも優しいんだよ。まだ、ガードが低いんだよね。うん。だからこういうことになっちゃったんだと思うけど、朝倉みくるくんなんかガード、硬いと思うよ、もうあんだけ有名になっちゃったなかなか知り合えないよね。うん、だから米尾くんなんかうまくやった方だと思うね。で、今米尾くんとね、白布ジャンキーさん喧嘩やってるし、250番さんもね、伊原亮くん絶対許さない、1ヶ月煽り続けるって言ってたんだけど、俺も伊原亮くんね、喧嘩売られたんで、まあ俺か250番さんとやった方がいいよ。マジで。どっちかとは。ねえ、伊原くん。俺おじいちゃんだから俺の方が楽だから、俺選ぶんだろ、どうせお前。どうせ弱い方選ぶんだろ。俺がやるはめなんだろ。なあ、伊原くん、やろうよ。ルールはキックルール。キックボクシングルール。だって、あれやってんだろ？柔術。俺ダメだもん。総合でやられたらやられちゃうもん、喧嘩したら。若いし、そっちの方が。体力もそっちの方があるだろうし。やるならちゃんとした大会でやりたいです。果たし合いでやりましょう。ね、キックルールで果たし合い会場で喧嘩売られたんで、次果たし合いの次の大会で、
井原涼くん、それからブレイキングダウン出してよ。ね、ブレイキングダウン。ブレイキングダウンで、もう出れねえだろ、お前、そんなことやったら、井原涼。追放だろ、ブレイキングダウン、どうせ。なあ、もう相手にされねえだろ、朝倉兄弟に。絶対に。チャンス来ねえんじゃねえか、そんなことやってたら。クソ野郎だもん、やってることが。男としても尊敬できねえし、マジでクソ野郎だったからね、本物もね、あって俺分かってっけど、お前の本性知ってるけど、お前考え直した方がいいよ。マジで。うん。悪いけど。伊原くんのね、ない脳みそでね、腐った脳みそでよく考えた方がいいよ。もう本当に、ボケカスだからね、伊原くんっていう、伊原くんはね、君はボケカスだから、そのボケカスの腐った脳みそでもう一回よく考えてね、人として何が大事かっていうのをよく考えた方がいいよ。もう分かったらね、一瞬で。うん。だからもう、ウリタくんがね、俺に本当にそのね、伊原くんにね、そういうことをやられた時にもね、僕は応援してますからって、メッセージくれましたよ。天と地の差だよ。伊原亮と、やっぱり、ウリタくん比べちゃ怒られちゃうけど、同じところに並べたらね、もう、天と地の差。もう一回勉強し直せ、伊原亮。な、やり合いましょう。